今回なんとスマホの検索機能で戦闘力53万と検索すると何やらすごいことが起きるという情報を入手しました。 PC 版じゃなくてスマホ版でやると乗っ取られるみたいな。ちなみにこれ気づいた人はもう分かったかもしれないけど、ドラゴンボールデストロンパ、実際に検索してみましょう。パッチ戦闘力出てきた出てきた、すげえ候補に出てきてますね。はい、パッチー、あ、出てきました。でも普通だね。乗っ取られてないの？あ、ここ押すのか。はい、パッチー。なんでもないか。乗っ取られないぞ。ザボンさん、ドドリアさん、ヤフーか。グーグルじゃなくてヤフーでした。ヤフーエゴ。あ、出た出た出た。戦闘力53万のゴミ箱って何？一番上ですね。これ検索しましょう。はい、パッチー。どうなるんだどうなるんだ。乗っ取られた。すげえ乗っ取られた。あたりに邪悪な気配を感じる。この先は大きな音が出て危険な予感だ。先に進みますか。よし、進め。地球人の皆さん、こんにちは。この検索結果は私が乗っ取りましたよ。どうですか、あなたも私の仲間になって宇宙を征服しませんか。さあ皆さん、宇宙を征服しに参りますよ。進む。入った。地球人の皆さん、こんにちは。この検索結果は私が乗っ取りましたよ。どうですか、あなたも私の仲間になって宇宙を征服しませんか。そうもかかりました。合わせパッチ。そうはさせるか。フリーザー。未来を救うため皆さんの力を貸してください。これはひどい。ボケて画像レジ通してないものあんじゃない。今のは危なかった。なんでベンザー上がってんのよ。